と何回も何してんのしーちゃん、なんで膝を、膝の匂い膝に何かつけてきたんじゃない。マロ君びっくりしてる。なんなんマロ君まで。すごい勢いなんだけど。マロ君、ああごめんごめん、ぶつかっちゃった。距離感覚が分かんなくて頭こっちにしちゃった。みんな膝気になるみたいだよ。そのスタンスなんなの、なんでそんな堂々と立ってんのさ。ちょっとこういうマネキンもいいかなと。この子たちが可愛くなりますということで、率直に言うとカメラが大幅に変わると。まあ今までもすごいさ画質さ良かったんだけど、やっぱり動物とか捉えるんだったら一眼レフのいいカメラを使った方がいいということで、これ今ねリビングのソファーから撮ってるんだけど、めちゃめちゃ綺麗に見えるでしょ。やばいと思うよ。こっからね、こんなにドアップでマロン君のこと狙えなかったから今まで。オリンパスの OMD マーク2で撮影してます。マロン君、ゴシ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 、いやいいよ、なんでもない。ちょっと皿洗いが。あ、ガバちゃん、マロン君が何ってなったでしょ今。いきなり進撃の巨人みたいに走るから。はい、めっちゃ綺麗に映ってると思うんだよね。ミラーレス一眼最高峰の画質でお届けしております。マロクかっこいいよ。何に気になってんの。じゃじゃーん。あ、来たの。すごい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 。そろそろ懐いてきたんやね、この子たちも。え、こっちか、やっぱこっちか。うん、やっぱこっちか。かわいいでしょ。まあスマホで撮ってもかわいいんだけど、やっぱり一眼レフだよね。あー、あくびも、はい、短、世界最短 0.5 秒ぐらいだったよ。そんな短いあくびあるんだ。ちょっと待って、はい、はい、できた。じゃあ人間でいうさ、人間やっぱさ上から撮った方が可愛く見えるという効果あるやん、うん、下から撮ったらなんかおばあちゃんに見えるみたいな。あるあるある。下から撮ってみよう。下から撮ってみる。よいしょ。下から撮ったらどうなのか。はい、はい、可愛い。はい、オッケー。はい、オッケー。実は猫って下から撮ってもね可愛いんだよね。下からの方が7可愛いからね。ねえちゃちゃん、こんな顔は、こんなぶっちゃいくな顔は可愛い。可愛い。何倍増し？ん？いつもの何倍増し？10倍きたな。10倍。いけ、10倍。これなんていうやつですか？それね、バジルチキンほうれん草添え。バジルチキンのほうれん草添えだ、ちゃんちゃん。僕も抱っこしてって、ちゃんちゃん。羨ましいんだろう、まあ、抱っこしてほしいんだろう。何？
ちゃめちゃ高スピードしたぞ。なんだ、はい、行ったよ。調子かったの。やだね。はい。やだって。はいはい。お、ジュジュ来てたの。